少々お待ちください。あら珍しいって、そう珍しいでしょ、誕生日付き配信だからねっていう。ちょっと今どうしてこんなにテンション高いのかっていうと、その仕事が終わった後ってやっぱアドレナリンが出てもうめちゃくちゃ元気なんです。改めて自己紹介、はいはい、 SK48 たりまいです。テロップ打たせて。さっきからめっちゃ誰かから LINE 来るのよ。オッケー、空気。こんにちは皆さん。ね、悲しいんですけど、このさ背景、この前まではあの一応誕生日付きだからそのねハッピーバースデーみたいな感じになってたんですけど、もう普通のに戻っちゃった。悲しい。ティーンズユニット応援します、ありがとう。谷真理香です、エントリーしてるんでよろしくお願いします。皆さん元気ですか？私は超元気です。元気です。今日の仕事内容言っていいのかなって言ってもあれですよ、言っていいのかな、確認しよう。あ、写真が送られてきた。すごい、めっちゃ声聞こえるくない？大丈夫かな？すごい笑い声、そうだよね、聞こえるね、多分スタッフさんの笑い声です。なぜかって仕事が終わって事務所で配信してるからです。悲しいよこの背景がないの。これって音楽を流したいんですけど、カラオケ配信流したいんですけど、イヤホンのやつなくても普通に喋れるのかな。今日イヤホンマイク持ってきてないんです。一回音流してみてもいいですか？音流します。声聞こえなかったらごめんね、みんな。悲しいよ。あ、歌唱をスタートできませんだって、マイク付きイヤホンを差し込めって。悲しい、音楽持ってきてないよ。悲しいよって言ってもいつも無音でねやってますけど、借りようって。いやでも借りに行くのにもちょっとあれなんですよね、めんどくさいというか。近くに誰かがいるの、あの遠くの部屋にスタッフさんがいるんですけど、その多分壁が薄くてみんな多分笑ってんのかな、笑い声すごい聞こえてくる。いいですね、笑い声が聞こえるのはいいことですね。携帯から流せば、いや怒られそうじゃん。今日は聞いてくれますか、まあ、そんなに面白い話じゃないんだけど、昨日寝落ちしてしまって、また最近また寝落ちが癖になってるんですよ。みんなどうしよう、寝落ちが癖になってしまって寝落ちして、でも今日朝からだったんですよ、朝集合だから、やばいお風呂入んなきゃと思って急いでもうシャワー浴びて、で私のね髪の毛って多分もう私の髪の毛事情結構すごくて、ほんと広がるんですよ。もう熱を通さないとダメ、もう水に濡らすとすぐ広がる髪の毛なんですけど、多分美容
師さんから言われるには、谷ちゃんのその SKE の中で谷さんの髪が一番問題みたいなことは言われたことあるぐらい、それぐらい私の髪の毛って結構問題なんですよ。髪質も多くてね。でも今日広がってやばかったからハーフアップにしてもらいましたっていう話です、っていう話、っていう話なんですよ。で今日ね、喋りすぎても声が枯れてます。もう幸せですね、こんな、なんか改めてね、仕事をしててなんかもう幸せだなって思いました。そうは見えない、そうよう言われるんですよ。けどね、ほんストレートアイロンがなきゃもう髪やばいし、もうボワボワ。ハーフアップです。ハーフアップするとね、髪の毛が収まるのでとてもいいですね。マスクが白いから白飛びしそう。そう、一応事務所なんでね、事務所の時はつけてます。もうバリバリメイクしてますけど、あとね、マスクだともういろんな表情できるからちょっと楽ですよね。超楽。すごい、大丈夫かな。配信でも配信許可取ってるんですよ。この部屋借りてます、借りていいよっていう許可取ってるので多分大丈夫かな。そうです、今日のお洋服はピンクです。珍しいですよね、私がピンク着るのって。今日のマスクケイトじゃないんです。そう思ったでしょみんな、あ、谷さん今日ケイト使ってないんだって思ったでしょ。今日は普通の布マスク作ってます。やっぱりあれですね、その外でお仕事するときは布を使うようにしてます。で本当一人のとき、一人のこの一人のエスキーの時はあれ使ってもケイトのマスク。今は高畑ゆうきちゃんと LINE してます。皆さん、私が何時から配信してたか覚えてます？ほんとさっき、なんだ、あ、影か、これこれなんだろうと思った。4時50分、了解です。4、あ、声が聞こえる。何かしてる、大丈夫か。高畑さんのラインっておもろいんですよね。大丈夫かな。いやでもこの部屋許可取ってんで。よし、ご一杯ありがとうみんな。あー、音楽流したい、音楽流してダメ。あ、新曲のジャケット写真かっこよかったって、みんな見ましたか。SKE48 こゆちフラグ、皆さん聞きました。私もね、ファンの方と一緒に聞いたんですけども、その事前に聞いてなくて、ファンの人が聞いた瞬間に私も聞いた。なんかね、すごい感動しました。了解です。MV はけど、もう一回聴いただけですごい耳に残る。ラップのところすごくない？ダラ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 みたいな。ああ！隣の声聞こえるんだよ。多分仕事してるんだと思う。仕事してる声が聞こえるんだけど大丈夫かな？
見ました、みんな MV ラップすごくない？みたいな、なな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 、ドゥルルルル、早く振り付けってもう解禁されてる？まだか。いや振りもすごいですよ、本当にすごい、ラップすごい、マジ。あと英語のところもね、ロスターファーのところ You say みたいなそういう歌詞があるんですよ、多分合ってる、日本と適当じゃない、マジで合ってるからそれぐらい、それぐらい、ね、早くみんないっぱい聴いてくださいね。あと分かんない、もう手堅いとかあるのかな、その握手はないですけども、オンラインで皆さん来てくださいね。ダラ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 、にゃ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 、なんか聞こえるネタバレになっちゃうから、ここやめた方がいいのかな、わかんない、なんかゲームしてるっぽい。声が可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと一回マネージャーさんに、ちょっとごまかしてるよ、遊んでんのかな、多分遊んでんだと思う、そういうことにしてきました。 MV 解禁するから、なに MV 解禁するから、あれ振りも OK じゃない、ここでね MV 流しちゃダメだもんね、こうやって。でもすごくない、みんな名古屋ドームだよ、大丈夫？あっちの声わかんないじゃん、もしかしてさ仕事してるかもしれないじゃん、仕事しててあれじゃん、ネタバレになったらね怒られるの誰？せーの、ダニー。あ、そうか、名古屋ドーム、そうだね、名前変わっちゃったのか。どうでしたか皆さん、 MV 見て、あ、頭の入りからかっこよくない？ロスターファーンのところ、ロスターファーンのところ、ロスターファーン、あー、セイなんちゃんなんちゃん、ラッピーデュー、田中さんの声だったんですよ、その レコーディングするとき、安心安全の、あの皆さんが知ってる木坂46のね、おお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 おあっあっの声が入ってる田中さんね、わかります？あ、伝わるか、その田中さんの声なんですけど、田中さんの声で最初送られてくるんですよ、それすごい、なんかもうそれ聞いて、ああすごい嬉しい、自分たち、ああ選抜だと思ってすごい嬉しかったですね、全員で。そう、ガラス、そう、ガラス、タニめっちゃ久しぶりに見たわ、クソマーク。いや、そう、いやさ、私もそれすごい言われるんだけど、あの久しぶりに多分配信するから言われるんだ、てか配信するためにタニめっちゃ久しぶりに見たみたいに言われるんよね。 SNS 更新してるんで、ぜひフォローしてください、フォローしてください、 Twitter と Instagram やってます、通知オンしといてね、よろしくお願いします。やばい、コメント欄
谷さん可愛いだって。嬉しい。谷さん可愛いってありがとう。さっさっファーフーセイン I should learn to love me too。 さっさっファーえー、嬉しい。あ、英語の発音良くなった。そう、なんかさ、意外と結構褒められた、レコーディングするときに、その自分の声を入れるときに、タロイさん英語なんか一番練習してきてますねみたいなこと言われた。 Just so proud You say I should not to not be you。 多分聞こえてんだよね、この声外に。 TikTok は見てたんだけど、あ、 TikTok もね更新したいと思いますんですけども、あのなかなかちょっといいやつが撮れてないというか。でも嬉しいな、なんか久しぶりに谷のこと久しぶりに見たって言ってくださる方でも、いまだになんかこうやってね記憶の片隅に覚えてくれてるの嬉しいし、そのねインスタグラムとかツイッターもやってるんで、あのフォローしておいてください。あ、ラジオ聞いてる、ありがとう。グッズも発売中です。皆さん隣が賑やか、そういいことですよ、賑やかなのは。That's so far, you see, I saw much love in June。 これってそうだよね、大人がそう、やめとこう、バン食らったらやだもん。会いたいなって、もう本当ですよね、本当に早く会えるようになりたいって、もうそう、本当そう。え、すごい、みんなそんなに、ね、今コメント欄見る限り3人の方が私に会いたいって書いてくれてる、嬉しい。3人の方ありがとう。そうだ、あ、今日すごいありがとう、ハート。あ、今アイテム見てる、ハート、かわいい、10個も送ってくれたの。かわいいって言葉も、尊いとかかわいいとか、花束めっちゃスタンプありがとう。そうだ、あ、まあいいや、ファンの方からさお花が届いてたんですよ。そういえば生誕祭のあれですかね、今日持ってくればよかった。いや、だからね、これ前回も言ったんだけど、ファンの方がなんでさ私のタワー期待してんの。今日はタワー立つでしょうか。前回3本立ちましたからね、ありがとうございます。私がさこうやってさ、なんかタワー期待するのはさ、なんかわかるっちゃわかるけどさ、アイテム投げてもらって嬉しいし、けどさ、私のファンの方がなんでさ今日はタワー立つでしょうかみたいな、なんでタワー期待してんの。ありがとう。届きましたよ。そう、まだねちょっと写真に載せたいので、あのまだ写真が撮れてないんですよ。ただね、自撮りするよりもそのやっぱ被ってます、被ってる姿を引きで撮っていただきたいから、ちょっと少々お時間かかるかもしれませんけど、1月中にはね写真載せたいと思うんで、待っててください。生誕祭なくて残念ね、もう生誕祭なくて残念ですけど、前回ねショールームやったのいつだっけ、私1月の6日か7日ぐらいにショールーム配信したんですけど、7日だっけ、7日だ、その時もね約1万5000人の方が見てくれて嬉しい。3年前じゃないよ。そうだね、オンラインサイン会の後だね。喜ぶ谷潤が見たいんや、嬉しい。コメント欄、そうだね、基本ショールームってその仕事終わりにねしてますね。初見です、だってありがとう。そ
そう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 、オンラインサイン会が終わった後にショールーム配信やったんだけど、もちろん誕生日配信もねやろうと思ってて、やっぱ今年生誕祭なかったし、やっぱおめでとうって言葉をね、ツイッターだけじゃなく SNS だけじゃなく、やっぱリアルタイムで聞きたいわけですよ。それでさ、祝ってもらって、祝ってもらいたいからやるっていうのもあるんだけど、そのやっぱ周りがね、みんなもうもうほんとこの部屋だ、この部屋でそのメンバーとね一緒にご飯食べてたんですよ。そのソーシャルディスタンスを保ちながら、もうみんなね食べながら配信してんの。それ見たらもう私も波に乗んなきゃって思ったよね。よく通る声で羨ましいって、そう今日はね、あの声を今日は声を張ってきたんで、特に声出るよ。もぐもぐ配信見たいなーって、乗るしかない、このビッグウェーブに。コメント欄、こんにちは、こんにちは、嬉しい、ショールームしてもらうと嬉しいね。だって嬉しい、私の配信でだってもう2000人も見てんの、やばやば、こんな会話しかできてないけど、まあ楽しいから行くか。波乗り谷って何、波乗り谷って、ポケモンみたい。すごいね、みんなさん、皆さん今何してるの、そのショールーム見てる以外で何してんのって聞くと絶対さ、もう3人ぐらいはショールーム見てるみたいなコメントする人いるんだよ。サッサッファーフローセイアイシャルチュラピジュンサッサッファーフィナージャン、え聖骨院にいる、大学のレポート在宅勤雪かき、おお、待って、そっか聞けるもんね、帰宅中、仕事、卒論書いてる。おー、皆さん、忙しい、忙しい。帰宅中か。帰宅中か。仕事の帰り道、遊びに来たよ。ようこそ。谷のレア配信、ようこそ。そっか、仕事、そうだよね。皆さん、お疲れ様です。ほんと。この、つまらない、私の。つまらなくない、楽しい配信へようこそ。警備中、嬉しいな。じゃあさ、こうやってさ、普通にそっか、イヤホンしながらあれか聞いてんのか。じゃあここでさ、私が急にそう、わーってでっかい声出すとさ、ビクッてするよね。でそれ電車とかさ乗ってって聞いてる人さ、ビクッて なるとさ、周りからへみたいな見られんじゃん。おもろそう。ちゃんとね、周りに気をつけながら、この配信を聞いて癒されながら書いてください。いやね、コメント欄で、ごめん、コメント欄でそのさ、なんか癒されるみたいな書いてあんだよね。タイの配信見ると癒されるみたいな。ビクッとするならいいけど、イラッとしたり、そうイラッとする人もいいんじゃん。やっぱり急に大声出すなよみたいな。で私そのパターンなんだよね。なんかさ、思い出すことがあるとさ、あって叫んじゃう人。大富豪むずい。大富豪ね、私もやりたいです。やりたいけどやり方あんま分かんないんですよね。ババ抜きならめっちゃ得意。個別再開したらめちゃん行くよって。めちゃんって誰？個別再開したらめちゃん行くよって。あ、めちゃん行くってこと？めちゃん？めちゃん？大富豪教えてもらえなよ。皆さん教えてもらえたんですけどね。やっぱなんでしょう、あの自分で分かりたいものあんじゃん、分かる？その人に聞くっていうか。That's so far, you don't see? I should not to not be true.そっそっファーユキユキ、うん、ちゃん、アンリンドゥーン、そ
so far. You don't say. I said not to not be true. ああ。隣の声聞こえる。大丈夫かな。大丈夫かな。それでビックとしそう。ごめんね。隣のね、声が多分あーって聞こえてきたら私もあーって言いますから、それだけは先に言っときます。あ、タンちゃん行くよって。5時ごめん、優しい。にぎやかですね。 SK48 はにぎやかですね。隣の部屋は何してるんだろう。いや、遊んではないね。仕事してるんじゃないですか。隣で何をやってるかはお楽しみですね。私も何してるか分かりません。だから声聞こえてきたらあーって返しますね。その音を消すように。はい、今さ、隣の仕事聞いてきた。マネージャーさんに LINE で何してるんですかみたいな、大丈夫ですかみたいな。とんでもないことしてた。すごい、勝手に匂わせる女。ああ、だからこうやって声をネタバレさせないようにああっていうね。さっそくあ、分かった。隣の声聞こえようとしたらあれだね、もうあれ声落ちフラグ歌わ。 Just so far, you don't say I said not to not be in June。 でもしそれでうるさいってクレーム来たら配信やめます。目がギョロギョロだって。私の目ギョロギョロしてるの。サビよりもラップ部分に注目してくる、したくなるんだが、ラップほんとすごいよね。ラップとかなんだっけ、なんなんなんねえじゃん、なんちもかんず、とりあえずダララ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 みたいな。やばい、お腹鳴りそう、お腹鳴りそう。あ、今日実はまだ何も食べてないです。あー、お腹鳴った。聞こえた、みんなお腹鳴った今。お腹すいた今日。そうだ、何も食べてないや。緊張して食べれなかった。さすがに聞こえない、よかった。今日の仕事中にもさ、めっちゃお腹鳴って恥ずかしかった。多分聞こえてた、聞こえてたけど聞こえないふりされた。それ一番恥ずかしいよね。なんか聞こえてたら聞こえてますよ、お腹空いてんですねみたいな、っていうのも自分だったら言わないけど自分が言わないけど、皆さんすごい星とか、あ、嬉しい、可愛いっていうスタンプが増えてる。ありがとう、投げてくれて嬉しい、嬉しい、嬉しい。いやね、今日歌いたいんですけど、歌う気満々できたんですけど、あれあれ忘れた、あのあれ、マイク、マイクがないとできないんだって。だから音だけ流そうと思って、さっきしたけどダメですって、そのコンピューター、違う、コンピューターじゃない、あのショールームさんがね。待って、お腹鳴りそう、お腹鳴り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 そうです。あー、お腹鳴る、お腹鳴る、お腹鳴る。あ、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 こうやって、あ、そう、マイク付きイヤホンがないとダメなんだって。大丈夫、お腹鳴らなかった。鳴るやつってわかるでしょ、わかるくない、なんかお腹のさ、お腹の、これがお腹だと、あ、やばい、下これがさ、お腹だとしたらここら辺がさ、グーってなんない、わかります、グーってなんのよ、グーってなんの。でも大体さ、そのさ、え、ハートありがとう、かわいい、ハート投げた時にここにさ、
ハートがプワってなるんだよね。かわいい、ありがとう、星もありがとう。皆さんちゃんと見てます、わかるでしょ、お腹の中キューってのわかるじゃんわかるじゃんそうそう、手でお腹を例えるアイドルねえ。あ、そう、嬉しい、やっと暖房が効いてきた、嬉しい。今なんか話そうとしたんだよね、忘れちゃった。あ、そうだそう、でも大体のアイドルってさ、またこの話かよってなるんだけど、やっぱこうやってショールーム配信リアルタイムでしてるとさ、やっぱお腹の音ってなるじゃん。大体みんなさ、なんかお腹の音鳴るとき、あ、鳴りますみたいな言わない？あ、待って、お腹鳴りそう、マジで。で、お腹鳴るときいつもへっこますの。てかもう別にお腹の話聞きたくねえよな、こんな。って思わない。もうさっきからすごい、もう初見さんの人がさ、口笛吹きますからってコメントめっちゃ来るんだけど、え、そんなに聞きたいの私の口笛。あーほら、聞こえたって聞こえるみたいな。そんなことないよ、そんなことないよ。やばい、マスクしてるからマジどんな表情もできる。マスクしてるから無敵だマジで。こういうのさ、 TikTok で、 TikTok って皆さんご存知ですよね。私めちゃくちゃ、TikTok 見るんですけど、 TikTok でたまにさ、あのショールームのね、こういう、まあ、ダメなのかな、まあ、いいや、ショールームの画面が流れてくる時があるんですよ。待って、お腹鳴りそう、お腹鳴りそう、あ、お腹鳴りそう、いや、お腹そう、お腹鳴りそう、お腹鳴りそう、お腹鳴りそう、マジでお腹鳴りそう、でっかいお腹。あ、大丈夫だ。でさ、流れてくるわけよ。ごめん、急に話戻るけど、 TikTok でそういう時にさ、こうやってさ、自分がさ流れてくるの一番恥ずかしいよね。みんな TikTok 見てる？私ゴリゴリに見てるよ。言ったよね、うんうんうん。最近やってますか TikTok？ ちょっとごめんなさい、だから最近は本当にごめんなさい、まだいいのが撮れてないんですいいのが撮れてないんです。あ、フォローしてくれてるってありがとう。いいのが全然撮れてないんです。お腹が鳴りそう。つられてしまいました。最近のさ、あれだよ、みんなマスクして水飲んでんの、すごくない？すごくないっていうか、なんかすごい時代を感じた。あとさ、もうすごいこれね、思うんですけど、やっぱ私定期的に携帯のあのフォルダを整理するんですよ。で、やっぱビデオとか見返するんですよ。なんか昔のさ、なんかメンバーから撮られた動画とか、なんかね、いろんな猫とかそういう可愛いね動画を見返すわけですよ。もう
それ見たらさ、もうみんなマスクしてなくて、そのね、当たり前ですけど、もうほんとさ、道歩く人とかみんなマスクしてなくて、なんかこの時代がさ、ね、平和やったんやなって、今もあれですけど、なんか普通に会え、ね、皆さんとまあ当たり前に握手会もできてて、なんか急にね、こういう感じになってしまって、すごいなんか時代を感じました。そのねえ、わかるって、そうね、本当にそう、あー、わかる。マスクしてる人を見ると芸能人かなって思った時代もあったよね。そうそう、わかる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 。だから東京とかもさ、なんか原宿とか、まあ、そんなに行ったことはないんですけど、なんか原宿とかさ行ってたら、なんかマスクとかサングラスしてる人って、えー、みたいな、芸能人じゃないのっていうのがなんかあるじゃったじゃないですか、って思ってたじゃないですか、知らんけど。でもなんかそういうさ、みんながさ、なんかマスクしてなくて歩いてる姿の動画を、昔のね動画を見て、あー、なんかもっとね、なんか、楽しんどけばよかったって思いますね。楽しんでますけど、なんか自分があんま家から出てなかったから、正直言うと。で、皆さん iPhone のさ、iPhone のなんて言うんだろう、バックアップじゃない、アップデートってどうやってすんの急に話変わる、ごめんね、教えて。あ、でも私はコロナ以前でも結構マスクしてる印象あったって書いてあるコメントに。そう、私も確かにマスクはねしてた。マスクしてるとやっぱ楽じゃないですか。アップデートみたいな。ダン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 。設定開いたよ。画面映したいけど、いろんなことがバレちゃうから映せないね。なあ、言ったでしょ。なんてなんてろなちゃら。あいばばばって。本当にお腹鳴りそう。お腹が鳴りそう。一般を開きました。ソフトウェアアップあった。もしかしてダウンロードしてインストールか自動アップデートってさ、どっち？アップデートです、皆さん。一般開いてソフトウェアアップデートを開きました。ダウンロードしてインストールか自動アップデート。さあ、どっち？たまにコメント欄止まる。え、でもちなみにさ、今したらさ、あれなのかな、こっちも消えちゃう？そんな時間かかるっけ？ Wi-Fi 繋いでる、こっち今。え、怖い、やめとこ。でも皆さんから言われた言葉ちょっと今忘れません。ありがとう。みんな天才。ありがとう。そうだね、配信やだやだ。あの、これ前も話したんですけど、ショールームって一回始めると本当にもう楽しくてやみつきになっちゃうんですよ。魔法の言葉、設定一般アップでありがとう。みんなすごい詳しいね。そんな機械のことわからん。こんにちは、こんにちは。見てる方も楽しいだ。あ、見てる方も楽しいって、みんな嬉しい。こんにちはだって、ありがとう。待って、お腹鳴りそう。もうちょっと
お腹が鳴りそう。あー、お腹が鳴りそう。誰か調べてくれないかな、お腹鳴らない方法。みんな調べてくれんって言っても、私がもう携帯手元にあるから調べればいいか。でもね、今年はこれ前回の放送でも1月7日に言ったんですけど、有名なね、コパ先生いるじゃないですか、風水で有名な先生から、渡辺の名古屋のそのイベントで占っていただいたんですよ。私は欠席だったんですけどね、その占っていただいた結果が、もう今年は人に甘えなさいと言われたんですよね。だからファンの方に甘えていこうと思います。食べるしかないです。まあそれはそう、お腹すいたよ、お腹すいたよ。みんな待って、マジでお腹痛い。あー、お腹痛いの。絶対外に聞こえてんだって。この声フォローしました、ありがとう。ツイッターとインスタグラムもよろしくお願いします。インスタグラムとかね、ちゃんと報告するから。何食べたいって、今か、今何食べたいだろう。白ご飯と肉食べたい。食べながら配信すればいいや。私もそれしたいですけど、もぐもぐ配信したいけどね、やっぱ一応事務所ですからマスク外さないようにしてるんです。あー、水うめ、水おいしい。今日スタッフさんにさ、女性のスタッフさんにさ、あと男性スタッフさんもそうなんだけど、谷さんはサバサバしてていいねみたいなこと言われた。 SK の方じゃないよ。嬉しい。背筋をピンと伸ばす。あ、呼ばれたのでバイバイって。指紋が今気にすること。めっちゃ、かわいいスタンプです今。ありがとう、音符も、かわいい、めっちゃハート投げられてる。嬉しい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 、ハートハート。アイテムね、投げられてる今。嬉しい嬉しい嬉しい、ハートハート。待って、めっちゃ投げてくれてるじゃん、ありがとうございます。嬉しい、ハートだ、嬉しいな。ちゃんと私見てますよ、ファンの方。今見た人びっくりするんだろうな、久しぶりに私の配信見たら谷がハートしてるって。そうだ、コラボ配信とかねしたいんですけどね、やり方が未だに分かりません。しかもなんか事前になんかしなきゃダメなんだって。みんなやり方知ってる？音符、星星星大量じゃん。サンキューサンキュー。見ました、恋落ちフラグのさ MV の終わり、ジュリナさんのサンキューがサンキューみたいな、あれいいよね、かっこいい。多分初見です、初見って書いてるから初見だね。ようこそ谷の配信へ。今日は声ガラ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 ですけど、Just a fire, you know, see? I shall not to not be too. 田中さんの声、ほんとこれ。私さ、48のモノマネで誰が一番上手ですかって言われたら、もう圧倒的田中さん。メンバーとかじゃない、田中さん。でもこれね、メンバーだったら絶対分かってくれるんだよね。あー、お腹すいた。あと、欅坂さんも分かってくれると思う。欅坂さんのメンバーさんも絶対、あ、これ田中さんの声だって分かってくれる。
てか全グループわかるか。ラサファイ、ユノセイ、アイスナットナビジュン。絶対みんなわかってくれるよ。フォーティエイトとの欅坂さんのみんな、日向坂さんもそう。桜坂さんですね。失礼しました。That's so far, you know, say, I said not to not be true. みんな絶対分かってくれるんだよ。田中さんというのはあれですね、レコーディングの有名ですよ、皆さん。ガラスを割れって登場してるよ。ね、いつの間にか隣が静かにって。けどちょっと声聞こえる。でも大丈夫です。ネタバレしないように私が声で書き消すので。何をしてるかはもうお楽しみに。すごいよって言って勝手にさ、本人が告知してないのにこうやって匂わしちゃって大丈夫かな。ごめんね、だって聞こえたんだもん。聞こえたから書き消すしかないよ。お疲れ様です。今日初見さん多い多いってか、まあそっか、だって私あんま配信しないですもんね。さあ、私は今配信を始めて何分でしょうか。皆さん教えてください。こうやってみんな分かるものなのかな。あ、50分弱、あの1時間経ったら教えてください。あ、ほんと初見さん多いね今日。だってさ、このさ、この私がもう田中さんのモノマネしてる配信でさ、約3700人も見てるでしょ。大丈夫そう。でみんなさ、え、これ大丈夫かマジ一人で言ってしゃもうじわっちゃうんですけど、みんなこれご存知ですか。あった、ドラえもんの温かい目ってご存知ですか皆さん。たまに TikTok で流れてくるんだけど、私そのモノマネも結構得意なの。っていう目してんの分かる。分かんない方調べてみて。今暇だからちょっとしてみた。こういうやつ、ドラえもんの温かい目、こういう目してんの。こうやってこんな感じだから。あ、待って、お腹鳴りそう。またあーお腹鳴る。ダメだ、お腹鳴ってしまう。あー待って、お腹鳴ってしまう。おお似てるって。やった。だから私のモノマネ得意なのは田中さんの声とドラえもんの温かい目。マスクしてるから本当もう何でもできる。嬉しい。しかも今日はね、いろんな方から褒められたんで、久しぶりにいろんな方から褒められたから、もう本当ご機嫌です。嬉しい。めったにさ褒められないからって言って、そう言ってファンの方に褒めてほしいよって、そういう匂わせです。ドラえもんの目、これしばらくやろうかな。いや、マニア向けじゃなくて、もう TikTok とか流れてもらおうそんなことないよ。いや、マジでも、もう今日食べて、今日何も食べてないんで、ちょっと許してください。ああ、お腹鳴る。ああ、お腹鳴る。お腹鳴るときは声でかき消さまーす。誰も責めや、あのさ、責めるとかじゃなくて、やっぱさ、聞かれて恥ずかしいじ
お腹の音って結構さ、なんか聞かれて恥ずかしくない？何も食べてないな、心配だろ、生きて。うん、どう？ね、ファンの方はそういうのをさ、聞きたいと思うんですけど、私はちょっと、いや、整体行くとめっちゃお腹ならんって、あ、整体行きたいな、整体行きたい、もうね、体がもう、コーラ飲んだって。実は飲んでないんです、今日水しか飲んでない。あのさ、心配してくれるのは嬉しいんですよ、そのやっぱり相変わらず元気なんだねみたいな、やっぱりって何ですか、元気です、こんな私を見れるのはショールームだけ。え、またハート投げてくれました、嬉しい嬉しい嬉しい、ハートハートハート、可愛いって嬉しい、アイテム投げれるの嬉しい。そのやっぱりさ、なんか綺麗な方っていうか、なんかやっぱモデルさんとかさ、水をものすごく飲んでるみたいに言うじゃないですか、それを見てからなんか影響されたの、すぐ影響されるからさ、水飲んじゃう。炭酸ももちろん飲むけどね、今日は飲んでないよって。あ、お腹鳴った、聞こえた、みんなお腹鳴ったよ。いや、な、いや、わかんない、ぐるぐるぐるって言った。釣られてしまいました。水を飲んだ音が多分通った喉から、ここに水、恥ずかしい、聞こえたって。あ、お腹鳴った、お腹鳴った、聞こえてる、結構鳴ったね、お腹聞こえた今。あー、やばい、4000人の人が見てるよ。もう一回鳴らしてて、そんなに自分で鳴らせるようなもんじゃないのよ、しかもおもろいな、お腹が鳴った、お腹空いた、誰か食べ物持ってきてくれないかな。なんかリアルすぎて怖い。いや、リアルだから。逆に何リアルじゃないお腹って、うーってこと。確かに確かに、ちょっとリアルだな、分かった、リアルの意味だ。待って、皆さん、やばい、いや、言わなかったらバレないのじゃないんだよ、聞こえるんだよ。あー、皆さん見て、やばいよ、水がなんともう一本ありました。スタジオからパクってきた、仕事現場の。ちょっとまだあとこれぐらいあるんだ、嬉しい。私は今のご飯これ。でもね、ご飯食べるよりもやっぱ私はショールームを皆さんの前で配信した。あと5分で1時間、じゃあ終わる、欲しいんですか皆さん。飲んだ方がなんないの、じゃあ、もう1時間だって。みんな配信終わった方がいいのかな、私もう1時間やったよ。何も締めになる？じゃああと1時間やっちゃおう。ドラえもんのね、ドラえもんの温かい。いや、本当にこういうのが TikTok で流れてくんのよ、私 TikTok 好きだからさ。みんな TikTok 見てます？ショールームの
動画で TikTok の話をする。ごめんなさい、ショールも大好きです。こういうドラえもんの目、これって画像写したらあれだな。あ、そっか、お、見てる、クリティカルヒット、やった私はって見てます。これってダメなのかな。こんにちは、こんにちは。へえ、 TikTok もライブ配信できるんだ久しぶりな感じ。そう、久しぶりかな。うう、しゃっくり。1月7日ぶりですね。だからその前が6月ぐらいからしてなくて、ほんと久しぶりです。あー、今あーって言ったのは隣の声が聞こえてくるから、多分仕事中だから書き消せました。すごい、みんな今びっくりしたんだろう。多分急にさ開いた人びっくりするよね。こんな谷がこんな目してるって。ん、あ、領域展開ヘビ。お誕生日配信頼む。そうですね、誕生日配信ねこの前したんですけど、もう1万5000人の方が見てくれて嬉しかったです、嬉しかったです。でね、ちなみにね、今事務所でやってるのでマスクしてます。でも悲しいな、このさ周りがさハッピーバースデーじゃなくなってる。もう誕生日終わったじゃん。終わってるけど、え、あと1分で1時間ってこと。悲しい。何のアニメが好き。もう全部好きだけど、あ、もう待って、領域展開。ビースターズ見てる。皆さんビースターズ見てますか。あと何見てるだろう。ビースターズめっちゃ見てるな。あとおそ松さんのさ、おそ松さん、やっぱりあれですね、もう皆さん大好きな呪術廻戦ね。で、映画のね銀魂も見たいんですけどね、もう行けないじゃないですか。ビースターズ、仕事以外もう外出てないからな。ねえ、銀魂見たい。映画館、映画館行きたいな。いや行きたいです、もう行きたいけどね。早く、もう早くねえ収束してほしいですね。
い。ねえ、めっちゃスタッフさんの声聞こえる。めっちゃスタッフさんの声聞こえる。隣の部屋のスタッフさんの声聞こえる。うわ、めっちゃ聞こえんだけど。エヴァもね、そっか、エヴァも劇場版か。谷さん、大富豪しないの？いや、したいんですけど、やり方わかんないんですよ。すごい。あー、聞こえる。聞こえるよね、みんな。スタッフさんの声めっちゃ聞こえるね。多分今のスタッフさんだって。ここがどこか分かる。せーの、事務所聞こえてますよ、声聞こえてます。あと誰かのメンバーの声も聞こえる。仕事してるんですよ。私初めましてだって。初めまして。そう、壁越しに聞こえてますよって言っても私が多分悪いよ。だってでも私仕事してるっていうのは知らなかったから。でもちゃんとね、ここの事務所借りていいですかっていうのはもう仕事終わった後にマネージャーさんちゃんと確認してますから。いや、仕事してますから。仕事でね、してますからね。叫んでらっしゃるから。こんにちは、こんにちは。嬉しいな、初めましてって嬉しい。初めましてって嬉しいです。いろんな表情してるんだ。そう、もうマスクしてるからほんといろんな表情できる。楽。キャン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 。つられてしまいました。みんなさ、全然ほんとさっきの話変わるんですけど、タイピングっていうのかな、文字打ってる速さ、皆さんどれくらいですか？私めっちゃ速いんですよ。ちょっと待ってね。意味わかんないよね、今の。これ文字打つ音ね、私の。聞いてて、聞こえるかな。あ、聞こえねえわ、小さすぎて。タイピング音、聞こえた？誤字ってないんだよ。今確認してる。かすかに聞こえる。パソコンじゃない。高速フリック、これぐらいのスピードでいつも私文章打ってます。こうやって親指で。あ、やばい、誰か来る。歌っとこう。ザ・サプライユノセ。こうやって。誰か多分この辺使ってないんじゃないみたいな、聞こえたから。Just a friend, you see? I said not to not be too. スタッフさんが多分さ、この部屋誰かいるみたいな覗こうとしたから、声で私がいますよみたいな走っといた。意味わかる？ごめんね、超身内会話。つられてしまいました。ざわ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 。あ、始まるね。名前忘れた、なんだけど、そう、いるアピールしない？私結構いるアピールするんだよ。一条だっけ、なんだっけ、さ、カイジのさ、なんか今日見たんだよね、ざわ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 って思い出したけど。
そう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 。ね、さっきからすごいさ、もうさ、コメント欄で谷かわいいみたいな書いてるんですけど、何にって何、谷にかわいい、谷にかわいいって何。そう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 、あーもうカイジは全部見たよ、もう面白いよね。ファイナルゲーム、こんにちは、こんにちは、嬉しいな、初見さんじゃん。食べてしまいました。あざとかわいい。そろそろ仕事に戻ります、頑張ってください。頑張れ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 。はじめましては9年前、かっこいい、初見だけどね、私服です。今日は仕事なの、あ、仕事だったのでちゃんとした服を着ました。ちゃんとした服ってか、なんかいつも着てないみたいになっちゃうんですけど、いつも着てないみたいになっちゃうんですけど、着てます。マリちゃんしか勝たんだって、みんな今流行りの言葉、マリちゃんしか勝たん。 The suffer you don't see I should not to not be June The suffer you don't see You don't see One, two, thank you June。 The suffer you don't see I should not to not be June。皆さんね、あれですよ、ツイッターもインスタグラムもぜひあのフォローしていってくださいね。通知を、通知をしてくれたら嬉しいです。嬉しいです。あ、ハートいっぱい。バラ、バラもあんの？すごいね。小判もあんじゃん。小判。ごめん。最近ホラーゲームを見てるんですけど、その、これって名前出していいのかな？花子さんっていうね、ホラーゲームにハマってまして。小判を見ると花子さんと思います。知ってる方いる？ってかみんなあれなのかな、ホラーゲームとか、そう、ゲーム実況のね、私いろんな人の見るんだけど、その中でも最近面白かったゲーム内容が花子さん、知ってる？みんな、私ホラーゲームめっちゃ好きなんですよ。 So far you don't see?桃鉄ね、桃鉄とかも中西千織から桃鉄したいって言われたんですけど、私やったことないんですよ桃鉄は。ショールームだけフォローし忘れてた。キュンです。そうそうそう、桃鉄もやってみたいな。桃鉄やってみたい。The suffer, you don't see, I should not to not be true。 ホラーゲームのナンバーワン、もう皆さんも本当素晴らしいんですけど、私が初めて見てやっぱ衝撃だったのは、あの青鬼とイブ、イブっていうホラーゲーム、めっちゃスコスコスコのスコ。なぜかフォローしたじゃなくて、あのフォローして正解ですよ。あつ森ね、あの時してましたよ。自宅待機の時にずっとあつ森してたんですけど、古いやつしてた、ずっとスイッチじゃない方。ホラーゲームイブとか、あとなんだっけ、深夜徘徊みたいな、なんだっけ名前が出てこない。
で、そういうゲームとか、あとあれだね、あれなんだっけ、イエローのやつ、やばい出てこなくなっちゃった名前が。って言っても皆さんわかんないっすよね、そのホラーゲームって。あんまりロウソクちゃんっていうやつもめっちゃ面白い。ロウソクちゃんだっけ。あ、嬉しい。ゾゾタウンで頼んでた服が届いた。あと、そうだ、届いたでもあれです。ファンの方からのプレゼントも花冠もいただきました。ありがとうございます。基本的に私、渡辺エンターテインメントの名古屋のね、事務所の方にプレゼントが届くんですけど、ありがとうございます。全部受け取ってます。手紙も全部見てます。ありがとう、みんな。ね、嬉しい。本当ね、嬉しいです。皆さんセンスがいい。全部が宝物です。え、知らないの？さっきから歌ってる洋楽は何て曲？それはですね、洋楽って思うじゃないですか。違うんですよ、スキー48の最新シングル、せーのです。 MV も公開されてるから見てね。 Just so far you'll seeI should not to not be too っていうやつ、めっちゃいい曲です。定期的な配信しないのって、いや、したいと思ってたんですけども、あれですね、なかなかねできてなくて、でも今回誕生日だったので誕生日月配信はいっぱいしようかなって思って、1月はいっぱいしたいと思いますっていう宣言をして、今月入って2回目の配信です。そうだね、定期的な配信したいね、ほんと。1月ね、やっぱファンの方と会えないから、2月は？2月もしちゃう？見てくれるんですか？見るよね。速度制限、いや速度制限来たらもうやんない。速度制限したらもうできなくなっちゃう。カクカクになってさ、コメント欄とかでさ、ファンの方からさ、あれって言われる、え、見ないよごめんみたいな。めっちゃコメント大量に来るやつで、それでみんな配信やめちゃうやつ。私だ。 That's the call, you know, say I should not to not be true。 Wi-Fi 飛んでないのって。そうなんです、 Wi-Fi 飛んでないと思う。わかんない、飛んでるんだけど、私が多分ね、毎日配信希望？そんなに私の毎日見たいですか？需要ないよ。で、こういうことを言って、そんなことないよってコメントで埋めるのは超好き。ね、これってさ、ショールームのさ、画面からいなくなったらどうなる？2分間ぐらい。お電話がかかってきてまして、これ画面からさいなくなったらあれなのかな。3分まで大丈夫？え、本当に信じるよ。2分ならセーフ？消えちゃう？3分までいって1分、なんか電話ね、急遽みたいな、あ、急遽じゃない、急遽は私の配信。え、いなくなっても大丈夫ですか皆さん？1分、ちょっとどうしよう、なんか誰かいないかな、スタッフさん。本当に皆さん大丈夫ですか？もう優しいな。ちょ米が置いとこう。だって配信切ったらあれじゃない？
やって置いとくね、みんな。電話してきます、ごめんなさい、急遽です、ごめんね。1分やあ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 、皆さんお待たせしました。すごい切れてない、嬉しい、ごめんね、みんな。え、大丈夫だった、大丈夫そう、すいません、仕事のお電話でした、ごめんね。皆さん何、どういう会話してたの。こういう時ってさ、ファンの方同士でさ会話できるからなんかいいよね。しかも顔も見えないし。電話チャレンジ大成功、来たー、嬉しい嬉しい、お帰りなさい、泣いちゃう。すいません本当に、内緒内緒って言ってもコメントを遡ることできるんだよ。いや優しいな、ほんとファンの皆さん。私だったら絶対な、うん、どうしたのって思って普通に切っちゃう、配信他の子見る。優しいなみんな、5000人見てんだって、よいしょ。電話の声聞こえてました、大丈夫ですか。結構遠くまで歩いた。長い私さ、電話するときさ、いつもさ歩きながら電話しちゃう人なの、わかりますか。電話のときだけなんかじっとしてられない、いつも動かしちゃう。嘘でしょ、 SKE 谷さんしかやってないとか、何か面白いやって、みんな何してんの。
この前までね、まあ、私以外の子全員ほぼ全員ショールームしてたべ。この子すぐショールームしてたんやけど、まあ誕生日だから誕生日配信なんでね。あ、25歳おめでとうってありがとうございます。あ、会社にも電話するとき絶対に立ってる人いたのに思い出し、そう私もね、なんかこうやって座ってんのに電話来たら絶対立たないとね、電話できない人、歩かないと無理だからさ、外とかでもあんま出ないんだけど絶対歩いてる。毎日が誕生日ありがとう。え、なに、いいコメント、初見さん、頑張りが実りになるといいね。優しい、ありがとうございます。本当ですよね。あ、電話の向こうの人にお辞儀しちゃう日本人って、そう私ももうこうやってペコ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 しちゃう。私もそれかな、ペコペコしちゃう。あら、かわいいアイコンの人にかわいいって言われた。ね、でその電話してる時は絶対周りになんか聞かれたくない、わかります？電話してる時の声を聞かれたくない。電話してる時ってさ、なんかさ、あれじゃない、ワントーン声上がんない。ね、もうマジでずっとさ、うろちょろうろちょろしながら電話しちゃう、いつも。あ、丁寧口調、そうそうそう、口調変わるよね。もしもしって、もう声がこんな、もしもし、あ、はい、あ、そうなんですね、あ、わかりましたみたいな感じ、声、今これだからさ、高いの方とかもうね、ずっと、あ、すみません、何月何日のってアバター作ってくださいってコメントあるんですけど、どうやったら作れるの？教えて。でもみんなさ、電話するときってやっぱり丁寧な口調じゃないですか。友達とかにはもうね、もしもしこんなんじゃないですけど。作れるんだ。私がもしアイコン作るんだったらどんな感じかな。そう、憧れなんだよねアイコン。なんかみんなあんじゃん、専用アイコンね。あ、そうなんだ、アバターイベントがあるからそれに参加して目標達したらアバター作る。じゃあもうアバターイベントがない限り作れないってことですね。お疲れ様でした。だからね、そうだよね、イベントがないと作れんってことですよね。うんね、たーにーってかわいい、さっきから呼んでる、見てるよ、コメント全部見てますよ。温かい目、ドラえもんの知ってますみんな、調べてみて、これ今日やるって、これ今日いっぱいやるから、むしろこれしかやることない今日。
特技、ヘルム声とかじゃなくてもこれドラえもんの温かい目でもなんか煽ってるみたいになる、こう煽ってません、もう皆様がいるからもう私はショールーム配信できてますね。星も一生懸命今もなんて投げてくださって、ハートもまた、あ、クマだ、クマかわいい、なにこのクマ、クマのぬいぐるみかわいい、初めてクマ見たよ2021年。私ここの骨なるんですよね、いくよ、あ、あんまならんかった、開いた、え、1000円もするのクマそうだ思い出した、そうだ私クマ送ったことあるわ、千織に1万円のやつ連打したんだけど、連打の仕方分かんなくて、結局1万円のギフト投げなきゃいけなかったのに、千織になんかその1万円のギフト送れなくて、ずっとなんか1000円のギフトになっちゃったみたいな、意味分かります？なんかそういうイベントがあったな、難しいな今の説明下手だったな、まあでもそういう感じのものがあったんですよ。嬉しい、クマちゃん、シニムありがとう、そうそう、かける10でやった、そう、でも本当はクマの連打しなきゃいけないのに連打失敗したんだよね、もう最悪と思って、あ、そうそう、ポイントが高くなるんだよね、その1000、そのクマを10個送ったら連打した方がなんかあれらしい、そうですよ、はい、行くよ、私の今から文字打ちます、文字打つ、音だけ聞いててね、 ASMR、 需要のない ASMR 配信、黙ります、聞こえました、早くない、しましょう、あー、うまい、うまい、お水でも本当にね、新曲めっちゃいいですよ、めっちゃ好きなんですけど、まだ全然聴いてないんですけども、前からスタイル抜群で大好きですよ、だって嬉しい、インスタグラムもツイッターもフォローしてくださいね、皆さん書いとこ、テロップに、すぐテロップ書く、てかカラオケ配信したかったな、ラスタファー You know say I should not to the picture、 これどうやってす、テロップあったー、ツイッターやってますってテロップに書こうかな、いや、ツイッターだけでいいや、サッサッファー、よろせー、愛心だったなったった、
してないですよ。え、女の子だ、綺麗すぎて憧れます。あー嬉しい、ツイッターフォローしたよって優しい。いいねも押してね、いいねもね、いいねも押してね。ということはカラオケに入ったら即配信。ん、あでもカラオケね行きたいですね。もうほんとコロナ禍でねなかなか行けないですけども、大体よ今日イヤホンマイク持ってきてないよ。フォローしましたって、ありがとうございます。あー優しい、すでにフォローする。そしてファー、ユノセイ、アイシュナットナフィジャー。Thank you! みんなした、みんなしたじゃない。見ましたか、皆さん。すごいよね。名古屋ドーム。多分急上昇乗ってるんじゃないですか YouTube の。皆さんぜひ見てくださいね。イベントもあのオンラインにねお待ちしております。お、またイベントとねなんかショールームってやっぱちゃうから、こんばんは、こんばんは。すごい、6000人も見てるよ。携帯めっちゃ鳴ってる。あれなんかちょっとコメント欄止まったんですけど、電波大丈夫そう？コメント欄止まってません？見て、まつげ長い。え待って、マジでコメント欄止まってんだけど。あれ私だけ止まってんの？おーい、止まってない、動いた、コメ欄動かして。すごいな、みんな何してんの？あ、すごい、かわいいかわいいかわいいってまた連打、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、食べてしまいました、嬉しいな、嬉しい、かわいいがたくさん、お、嬉しい。ショールーム待ち、待ってください、もうぜひぜひ待ってください、待ちの女に使ってください。その代わりツイッターとインスタグラムとショールームフォローして、フォローして、フォローして、フォローして。納豆食べてどんな報告？うまそう。いいね、釣られてしまいました。
So so far, you don't say I should not turn up with you. え、すごいすごいすごい。メキシコからあなたをサポートしてます、だって。ってことは応援してるよってことですよね。嬉しい。これキュンは世界共通だから、キュン。すごいね、みんないっぱい見てくださりありがとうございます。これなんだ、これなんだ、みんな、これなんだ、これ何の生き物の真似してるでしょうか、これ何の生き物でしょうか。嘘でしょ、みんなわかんないの、生き物、生き物、嘘でしょ、みんなわかんないの。なんでしょうこれ。違うよ。あ、クワガタ、惜しい惜しい惜しい。なんでしょうこれ。嘘でしょ、私だけ？やめとこう。お、正解！正解ありました。正解は G でした。これなんだ、はい、これなんでしょう、はい、これなんだ、これとかもうまんまそうだよ、お、正解です、ネズミです、さあ、することないから髪型で遊び始めたよ、ついに。あ、これ、これなんだ、これなんだ、はい、これ、はい、これなんでしょう、はい、これなんでしょう。お、急にコメント欄が動き出すぞ、はい、これなんだ。お、正解、猫ちゃんです。怠け者じゃないよ、これ疲れた、滑り倒してますね、受けるためにやってませんから、キュンです。さあ、もう今何時間ですか、配信して。つられてしまいました、ロングヘアの谷、めちゃすこ、約1時間、おお、疲れるっていうか、このこのこれが疲れたの、配信じゃない、これが疲れた、もう腕が痛い、なぜかって今日はとあるお仕事をしてきました、そんな腕使ってないけどね、歌いたいんですけどね、カラオケ配信したいんですけど、ないんですよ、イヤホンマイクが。この前の公演カラコンしてた、いやいや、してない、してないです、してないです。腕を上げるのは地味に大変、その通り、お疲れ様でございます。嬉しいな、皆さん優しいな、ほんま。アイテム見よう、わっ、かわいい、これ何、めっちゃかわいいっていうスタンプ、めっちゃかわいい、優しいな、みんな、ちゃ
んと投げてくださって、クレイさんの歌声聞きたかった、ありがとうございます、ほんとそう思ってくれて。えっ、ももこさんのショールーム始まるの見たいんだけど、ちょっと配信やめていい？ももこちゃん、ももこちゃんの見に行きたい、伝えといて、マジで見たい。でも今日はね、朝から配信じゃなくて朝から配信ました、朝から朝集合でお仕事して、人にいっぱい褒められて、こう今日もね、あのショールームして、あのいろんな方が、たくさんの方が、あのこの配信をね、本当私のもう好きなことをする、もう自分の配信でこうやって皆さんからチヤホヤされてしていただいて、いや、やばい、マジレスコメントやめてよ、ファンよりメンバー配信が大事、マジレスさーでね、皆さんからチヤホヤされて本当に私は幸せです、ありがとう。お、タレさん戻ってきました、ありがとう、まだやってます。さあ、もうすぐで2時間経つの、すごいね、2時間だって。本当はね、1時間でやめようって思ってたんですけども、あのファンの方がもうたくさんアイテム投げてくださって、もうコメント欄でね、優しいことをかけてくれるので、こうやって長時間することができました。締めコメント、今締めてます、コメント本当はね、歌がね、歌えればよかったんですけど、マイのペースですな、マイペースな、マイペースって書けない、マイのペースですなじゃなくて、マイペースな、キュですっていうのは冗談なんですけども、本当にもう1万人まで、いや1万人いくまでちょっとだってあと 3時間ぐらいかかるんじゃない。いやでもほんま優しい、もう皆さんぜひツイッターとインスタグラムの方、インスタグラムのフォローよろしくお願いしますね。皆さん本当に、あ、お誕生日ありがとう、もうね終わっちゃったけど、このハッピーバースデー、ハッピーバースデー終わった瞬間にタワーも何も立たなくなった、はい、あ、可愛いじゃない、悲しい、もう朝から仕事してたんです、ちょっともう言葉がやばい。そうですね、ご飯も食べてないので実質何これ、怖いよ、わざとかわいい、つられてしまいます、うお、私ちゃんとコメントしてる人のね名前分かってるし、なんてコメントしてるのかもちゃんと見てますからね、こうやってメモもする。お腹すいた、お腹すきました、でもお腹すきましたけど、こうやってファンの方のコメントでもお腹いっぱいになりました、ありがとうすごいな、すごい初見さんの方がイエイイエイイエイって嬉しい、これからですね、また何かいろいろとしてその時にご飯食べたいと思います。あ、すごい海外の方、わお、 Thank you Thank you、 キュンです、キュンです。あと TikTok を見ようかな、仕事今終わって家に着きました、ギリギリセーフ、ショールーム見てますよ、あ、ありがとうございますけど、もう配信終わります終わります、申し訳ございません、いや嬉しいな、もうそこまでして本当見てくださってありがとうございます、もうまたね、あのもうまたあれです、あの仕事終わってまた配信できる時にしたいと思います、その時はまた皆さん可愛くチヤホヤしてください、
2時間やったら終わろうかな。あ、嬉しい、優しいな。ね、よく言われんだよね、ま、マリカ結婚式の二次会みたいな私服なのいつもめっちゃ言われるんですよ、めっちゃ言われるんですよ。そう、あと今日のね髪型もメイクさんにあのハーフアップをしていただいて、遊びに来たよ。もう終わります。配信 Twitter、 Instagram もフォローしててください、お願いします。で、そう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 何の話してたっけ。あ、そう、結婚式、結婚式。そう、いつもね、なんか、まあ、私多分結婚式っていうか、まあ、ドレスが好きなんだろうね。ドレスめっちゃ好こ、着ないけど。でもなんかそういうさ、なんか衣装みたいな私服が好きなんですよ。だからあんまり本当仕事の時しか着れないね、なんか私の私服って。あと基本ね、SKE で活動することがあったらやっぱレッスンの時なので、ジャージですかね。そう、私服とジャージの時のね、あの、あれが激しいギャップ。あー、優しい、みんな優しいな。私今配信何分してるのかな。あと10分で2時間だ。あと10分なの、短い。あと30分くらいできるな。まあでも切りがいいんで 10分でやめときます。じゃあみんな何聞きたい？みんな何聞きたいことあります？私にないよね。俺いっぱい話したもんね。いやね、歌いたいんですけどちょっとねマイクがないから歌えないんですよ。また今度その時 見に来てくださいね。カラオケ配信ゴリゴリに歌うんで。ここで質問コーナーしていくの素敵です。嬉しい。次回の配信予定、次回の配信予定いつだろう。いつしてほしいですか。いつしてほしい。振られてしまいました、あざとかわいい。いや、すごい。いやさ、その今とかさ、今夜とか書いてくださる、これ前も言ったか言ってるんだけど本当に嬉しい。もう見てさ、なんだろう、ショールーム配信するじゃないですか。どんな配信見たいとかあります？もう今私はさ、もうこの2日間じゃない、この2回か、配信全部トークじゃん。まあ基本さ、ショールームってさ、まあ歌かトークとかになっちゃうんですけど、どういうさ配信を見たいのかなと思って。まあでもあれなんですけど、好きにやるんですけど、やっぱね、こうやって元気な私をやっぱショールームしか見れないので、24時間配信ね、してみたい。どうなるんだろう、炎上しそう。なんかよくさ、メンバーがなんか疲れたとか言って、なんか素出しすぎて、なんかこうファンの人ほったらかすみたいな。カラオケね、嬉しい。あ、コラボ配信ね、いいよね、したいんですけど本当やり方わかんないんだよね。あとなんかメンのお互いの許可みたいな必要なんだって。はじめまして、はじめましてだって。初見さんに聞いちゃう。どういう配信好きですか。
ファンの方はやっぱ今見てるファンの方はやっぱカラオケ配信とトーク優しいなみんな。谷選抜みたい。谷以上。あ待って待つな、いややめとこう、ちょっと面白いこと言えんかった。あのしコメント見て返してくれるだけで嬉しいです。マリカのファッションショー、いや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 、バカバカコラボ配信ね、もうマスク変えるだけで、マスク変えるだけでいいの。あ、たこ焼きパーティーはいいな、したいけど作れんもんな。うん、コラボ配信、料理配信、48グループのメンバー全員とコラボ配信やってみた。え、フォローしました、ありがとうございます。目玉焼き配信、どんな配信あ、3人でねコラボ配信とかもできたらいいけどね。あ、17日お話し会よろしくって、え、バク転配信みたいって、私のマリカの部屋。あ、なるほど、誰かと対談ね。そう、対談したんですけどね、もうコラボ配信だとさ、あれじゃん、こうやって画面がさ、こうやって割れて話すってことでしょ。あ、やっぱコラボ配信、うん、TikTok、 これも TikTok、 今のはははははは、うしゃっくりです。こんばんは、こんばんは。あー、いいね。谷ちゃんの休日の一日を紹介。家に引きこもってゲームしてる。マリカのお説教部屋、マリカのお説教部屋はもうすごいよ、ずっとこの目してる。人に怒りません。 TikTok 更新したい、はい、TikTok そうだね、更新したい、更新したいんだけど、マジで全然いいの撮れてないの、ほんと。もう私しか喜ばない動画しか撮れてない。はん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 、あ、先輩方ともね配信したいな、密着。あ、ポケモン配信やってたの懐かしい、モノマネ配信、うん、これだって、ずっとドラえもんの温かい。でもね、ほんとショールームではね、ほんと楽しいことしかずっとしてないから、もうてか、まあ、楽しいことしかしてないね。自分のほんと好きなように好きなこと喋って、ファンの方のねコメント読んで、ね、ほんと楽しい配信、自分が楽しい配信をしてるから、なんかね、ほんとそれを見てくれてありがとうございます。あ、谷さんと現地トーク会談、あ、そうだね、もうこれトーク会だよ、トーク会。アニメ見る配信、あー見たいなーとかね、劇場公演とか。あ、すごい、スタンプありがとうございます、尊い尊い尊いスタンプ、ちゃんと私アイテムを見てますから。そうだね、先輩後輩みんなとコラボ配信したいな。でもコラボ配信ってさ、そっか、でもお互い電波いいのか、見てる方も楽しいのです。ハーフアップしてるんだけど、なんかハーフアップっぽくない、耳かけしてる人みたい。バーンをされるギリシスマイル配信、うーん、
いや、やめとこ。何もダメだ今の。コメント読んでくれてありがとう。そうだよ、皆さんのコメント読んでるよ、読んでるし見てるし目通してますし本当にありがとうございます。あ、ただいまって、やっと仕事終わったって、あのお疲れ様ですということでね、もう私も終わっちゃうんですけど、あの本当約2時間だって。こんなね、私の楽しいトーク会でした。私の楽しいトーク会見てくれてありがとうございました。相手のもね、投げてくれてありがとうございます。もう残念ながら誕生日仕様ではなくなっちゃったんですけど、悲しい。でもね、誕生日月には変わらないので、誕生日配信またねしていきたいと思うので、まだまだあの最後に皆さん私のことお誕生日おめでとうって言ってください。かまってちゃう。まあ、1月はね、あのまだあれ2回しかしてないんですけど、1月はすごいさやるとか言って2回しか配信してないんですけど、またねやれたらいいなと思いますって嬉しい、すぐやってって。そうですね、今日ね TikTok の話とお腹空いた、お腹が鳴るやばいっていう会話と、あと本当楽しい会話しかしてないんですけど、ツイッター、インスタグラムをフォローしてください。そうね、まだまだまだありますからね、1月って言ってもまだあっという間ですから。あ、お誕生日おめでとう、ありがとう。毎日でも見たいって。また配信やると思います。やると思いますだから。やるじゃない。やると思います。やると思いますですから。あのファンの方がね見てくれるか見てくれないかで、わーハートだ、かわいい、ありがとう。最後の最後に、あ、そうスクショタイム、さっきねファンの方が書いてくれた、やっぱハートだから、ハートのアイテム投げられたのでハートしてます。今日マニキュア塗ってないんですよね、スタッフさんの声が聞こえる。ん？そう、進撃の巨人みたいな、巨人。あ、かわ、待って、かわいいの投げられたんですけど、何ですか？また投げてくれた、めっちゃかわいい。今来た、もう終わります。今スクショタイムです。実は皆さんがアイテム投げてくれたから。ふんふんふんのふん。さあということで、あの2時間経ちましたかね、皆さん配信見てくれてありがとうございました。またいつ配信やるか分かんないんですけど、皆さんがこうやってコメントくれる限りまたやりたいと思うので、まあ、次会うのいつかな、2月かなっていうのは嘘なんですけど、またやりたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。バイバーイ。2時間経ったかな。バイバーイ。インスタグラムとツイッターフォローしてください。バイ。いっぱいアイテム投げてくれてありがとう。スコスコのスコ。2時間経った？何回も終わろうとしてるので質問を終わらせない女。2時間経ちましたか。2本。やばい、またね。やばくないけど。バイバイ、ありがとうございました。ちゃんとご飯食べてねー。